主役の登場まで畑違いの音楽で悪いけんど、ちょんがらぶしやります。ちょ、ユナちゃん、これ以上タケトの機嫌を損ねないでくれよ。嫌いなわけでね。まず津軽の冬は縛れるっきゃの。おてんとさんでで、ワンチカずつ雪っことげで、おどが変わる。あの時と同じ。響きが心に痛い。でも。なぜあんなガキの三味線ごときの音で会場を支配する。ヨンガラは不思議だな。マンズ年取れば取るほど難しく感じる。オラにはこの音が人生に聞けてくる。出だしは血気盛んだ。次に落ち着いてくる。だんだん切なくなってくる。驚える。だども負けずに這い上がって、最後だっきゃどんだーっとばかりに叩きつける。せつおめえはこれをどったな音させる。